時は令和元年、北海道愛別町では若者の間で町の特産品をめぐり激しい争いが繰り広げられている。キノコなのかビーツなのか、今日も美容にいい、お肌にいい、気づいてほしい。それから始まるビーツの時代、食卓彩る野菜に期待。泥臭くない、苦味なんてない、君の瞳に映る紫。俺が初めて食べたのはニューヨーク、日本より早くアメリカでニューブーム。朝のスムージー、コールドプレスで街中のセレブ、会議前オフィスで。株に見えるけどほうれん草か、こいつの売り少し話そうか。ボルシチ紫色味の正体、砂糖いらずの料理への正体。食べる輸血で市場に発信、ドラキュラさんも栄養に関心。食物繊維、リン、カルシウム、亜鉛カリウム、鉄ベタシアニン。風味を楽しめ、蒸すかロースト、皮付き調理が火入れのベスト。モデルや女優の愛用フード、キノコに負けない愛別フード。愛別食べなさいよ。